賑やかだった夏の星空に変わり、どこか寂しげな秋の星空が現れます。水瓶座、ヤギ座、魚座、馴染みのある星座や古代エチオピア王家にまつわる物語、謎に包まれた宇宙の不思議についてご紹介します。満天の星空が見渡せるプラネタリウム、ここは星の城。秋の夜空を代表する星や星座を探しに行きませんか？プラネタリウム番組、星の城、秋の夜空と銀河のお話。